じゃーんということでこちらです。それでは中早速出していきましょう。ザザザ、サーディカップ、こんにちは、ノブです。ノブ沖縄情報チャンネル始まります。ということで最近続いてますが、また福袋ネタです。12月の中旬に撮った福袋の調査の方から、その後ミスタードーナツの福袋を買って、先日銀だこさんの福袋も購入しました。ミスタードーナツの福袋の時に行ってたんですけれど、そちらの日にですね、予約していたものですね。予約していたもの今日取りに行きました。12月30日から受け取り開始になります。それではこちらの福袋になります。じゃーんということでこちらです。モスバーガーです。モスバーガーの福袋、ちなみにこちら2つになります。2つって前話してましたっけ。2つ購入しました。理由はミスタードーナツの時と同じなんですけど、今メルペイ支払いで5000円以上の買い物をすると、そして定額払いっていう、まあリボ払いみたいな設定にするとですね、なんと 50% 分のポイントを受け取れるっていうようなキャンペーンをやってるので、5000円以上になるように2つ購入しました。中身はモスバーガーさんは基本的に同じでしたっけ。すいません、ちょっとはっきりと覚えてませんが、色違いとかあったかな。なかったような気もしますので、とりあえずこちら1つ開けていきたいと思います。というかこちら開ける前にですね、まず取りに行った時じゃないですね、まず予約した時のですね映像の方がありますので、そちらの方をご覧ください。そして引き続き今日先ほど取りに行った映像も、まあ、簡単にですけどありますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、どうぞ。ということでモスバーガー福袋予約しに来ました。今日から予約開始です。ということで福袋こっちに書いてますね。大丈夫ですかね。行ってみます。はい、ということで無事予約完了です。取りに行くのは30日になります。それでは30日のホタどうぞ。じゃーん、ということで30日です。受け取りの日になりました。今から受け取りに行きたいと思います。まだ待ってるのかな。結構ありそうですね。はい、それではこちらがモスバーガーの福袋になります。受け取ったものですね。そして見てわかる通り、リラックマとのコラボになります。モスバーガーはリラックマとコラボになります。それでは中早速出していきましょう。ザザザザザー。こんな感じです。モスバーガーの福袋は基本的に3000円のもの一つだけですね。一種類だけになります。そしてこちらが一番の目当て、まあ個人的にはこういったグッズとかっていうより、こちらの割引券がお得なので、こういったものを目的に今回もほとんど購入してるんですけれど、こちらモスバーガーの福袋の食事券、モス福袋お食事割引券500円分が6枚になります。こういった感じで6枚綴りになってます。一応お店番号を書いてるんですけどね、こちらに小さい文字で書いてますが、全国のモスバーガーでご利用いただけますということで、こちら特に購入したお店しか使えないっていうわけではないので、その分は安心して問題ありません。そして有効期限は3月31日までということで、まあちょっと短いですね、他のものに比べると。なので3ヶ月しか有効じゃないので、3ヶ月でこちら2つ分あるんで、3000円分が2つあるんで、まあ、結構モスバーガーの比率を上げなきゃいけない感じになりますね。基本的にハンバーガー屋さんってマックに行くことが多いんですが、しばらくはモスバーガー率を増やすような形になるかと思います。こちらどんどん活用していきたいと思います。そして普通の方はというか、こちらですね、他のものをどんどん紹介していきましょう。小さいものから紹介していきましょうか。一つ目、こちら付箋ですね。リラックマのこういった可愛い付箋になって出まーす。これはまあ特に開けても一緒ですよね。こういった付箋になっております。そしてもう一個で言うと、こちらが可愛いクリアファイルですね。あ、クリアファイルじゃないんだ、マスクケースなんだ。マスクケース僕持ってなかったのにちょうどいいな。モス福袋マスクケースっていうことで、これはちょっと開けてみましょう。マスクケースあれやっぱり欲しいですよね。食事してる時とか置く場所結構困るんですよね。こういったところに入れとけばいいんですよね。まあめんどくさいっちゃめんどくさいです。こういった感じで、まあほぼ半開き、結構バカーって全開になるような感じのマスクケースですね。それでここをここで、あ、これだ。こういった感じで止めると、まあある程度しっかりと、ある程度しっかりとって変な言葉ですけど、最近使っているマスクの方を持ってきましたけど、これイオンのですね、ちょっとひんやりするタイプの、ひんやりするタイプ、僕が買ったのではなくて妻が買ってくれたので、ちゃんとした仕様を覚えてないんですが、こちらイオンで購入したマスクの大人用ですね。妻が自分用に買ったらちょっとでかすぎたんで僕がいただいたんですけど、まあ動画とかでも撮ってる時に結構大きめに映ってるマスクがこれなんですが、これだ
と、まあ入るのは入りますけど、結構ギリギリな感じのサイズ感ですね。これでちょっと入れてみましょうか。こんな感じの、こんな感じのってもう結構はみ出してますけど、ちょっと無理やりくしゃって入れるような感じになるでしょうか。こんなんだと。こういった感じで入れるような感じになるのかなと思います。こちらマスクケースです。あと次に大きいもので言ったらこれかな、この緑のこちらモス福袋エコバッグということで、ちょうどエコバッグがついこの間チャックが閉じなくなった、違う、チャックが閉じなくなったんじゃない、チャックがついてるタイプだったんですけど、チャックが開かなくなってしまって、閉めた状態でチャックが壊れてしまったのですごい困ってたんですけど、ちょうどいいかもしれないですね。エコバッグこちらもちょっと開けてみましょう。こんな感じですね。こういった感じで収納できて、開けるとこんな、よいしょ、開けるとリラックマが出てきましたが、こんな感じですね。よいしょ、結構大きな感じですね。さっきの紙袋よりちょっと大きめですね。結構大きい感じのエコバッグです。そしてよくありますが、最初に収納してた部分がこういった内ポケット代わりにもなるような感じの、こういったエコバッグになってまーす。よいしょ。そして最後ですね、こちらがブランケット。これはまた娘のものになるのかな。去年ミスドも確かブランケットありましたよね。そのミスドのブランケットが今娘のものになって、寝る時とか結構ふわふわして気持ちいいんで、それを使ってるようですが、ちょっとこちらリラックマも同じような素材のものを手に入れた感じになります。これもブランケット、まあよくある大きさですね。全然大きさ全体感が見えないですね。ちょっと下で広げましょうか。よいしょー。ということで、こちらでーす。こんな感じの大きさですね。ってわかりますかね？ちょっと広げてみますね。こんな感じの大きさ感ですね。まあ、よくあるブランケットの大きさだと思います。本当に。非常に一般的な大きさだと思います。前回のミスタードーナツでもらったものとほぼ同じ大きさだと思いますが、こういった形のブランケットになります。そしてさっきのエコバッグがこちらですね。こんな感じの大きさですね。そしてで、マスクケースもここに置いてみましょうか。マスクケース。そして、付箋。これぐらいの大きさですね。そして、最初に入ってた紙袋。紙袋で付箋が見えなくなったけど、こんな感じです。そして、個人的には一番重要な、こちら、食事券。こちらが以上になります。そして、一応もう一つ買ってきたものを出すと、こちら、ブランケットですね。ブランケットと同じく食事券。そして、でマスクケースにエコバッグということで、中身は同じでーす。以上でーす。嘘だ、もう一個あった。こちら付箋忘れてましたね。付箋でーす。これで本当に以上でーす。はい、ということで今回購入したこちらのモスバーガーの福袋を開けてみましたが、いかがだったでしょうか。3000円の割には結構いろいろついてる感じしますよね。ミスタードーナツより中身のクオリティというか、中身に入っているものをこっちのモスバーガーの方が良かったかなっていう気がします。ミスタードーナツは食事券というか、ミスタードーナツのドーナツの引き換えカードですね。あちらの方が160円以下のものが全て購入できて、1個あたり100円の値段しか支払ってないっていうことになるので、だいぶそちらの引き換えカードがやっぱりお得なので、ミスタードーナツはお得感大きいんですけれど、モスバーガーの福袋はこちらはまあ購入した額と同じ同額ですね。同額の割引券になるので、こちらの中に入っていたものが高級になっていくっていうことになるのかもしれませんが、中身のこういったもののクオリティというか、中身が入ってるもので言うと、個人的にはミスタードーナツよりモスバーガーの上だったかなと思います。総合的に言うとまあ同じぐらいでしょうか。ミスタードーナツは金券のお得感がすごい大きいので、それと比べるとこちらはやっぱりお得感、食事券自体はないので、総合的に考えると個人的には同じかなと思いますが、皆さんいかがでしょうか。そして今回お店の中の様子っていうか、モスバーガーの中で福袋を置いてある様子をちょっとで撮影させていただきましたけれど、販売終了とかっていう文字もなかったので、おそらくまだまだ残ってるんだと思います。まだまだなのかは分かりませんが、僕が購入したこちらの福袋も特に奥に置いてあったわけではなくて、店頭のものをそこから2つ店員さんが取っていただきました。なのでまだ予約してて受け取ってない方も非常に多そうなので、受け取りカードをバーっと僕の名前を調べられてるんですけど、結構な方がそれなりに予約してました。なのでそこまで残り数多くはないかもしれませんが、まだこちらチャンスはあると思いますので、ぜひこちらの動画見てやっぱり購入しようかなっていう方は、ぜひモスバーガーの福袋
バーガーに行ってみてください。まだ残ってるかもしれません。ということで今回モスバーガーの福袋の開封動画になりました。福袋ですね、おそらくこれで以上かなと思いますけれど、1月に入ってもし他の福袋を手に入れることができたらぜひこちらでもご紹介したいなと思います。カルディさんのやつも欲しいんですけど、ちょっと行列に並べるのかなっていうのと、本当にゲットできるのかちょっとわからないので、もしカルディさんの福袋ゲットできたらぜひ動画も上げさせていただきたいと思います。ぜひ今回の動画などは来年のまた福袋にも参考になるかと思いますので、ぜひこちらチェックしてください。ということでこちらのチャンネルでは沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。サーディークラップ、バイバーイ。